どんどん乗るんですか。乗ります。乗ります。はい。手から食べます。食べます。あ、しつけの話してますよ、ね。あ、はい、食べます。だから毎日やってます。これはもう毎日手に乗せて食べさせてください。それから手に乗せてあるから踏む。どこで踏むとできるか触ったり。何言ってるんですか。じゃあ、名前呼んだ相手のことをこういうふうにして、食べさせて。だからあと、ハウスでハウスに入れてくれたりさ、勉強しやすいからさ、そこまでね。だけど、いきなりハウスはできないから、おいででこれ、これやればハウスができる。おめでとう。あの、ハンドフィールドで、おめでとう。見て、おいで、やってください。そうすると、まあ、金カットしてとかも、こういうふうにしやすいかな。なんで僕のコントロールができんのか、なかなか包丁したくなくなってるじゃないですか。運転で都合で行ったりして、命令でできると僕もいいかなと思います。よいしょ。じゃあこれは受け付け出しますね。はい、ありがとうございました。前の時にサンプルフード私が出しました。サンプルフードとはないんですか。サンプルフードの人が出しました。ハマ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 、こうやった方がいいですか。難しい。こうやってちょっと混ぜてあげると、あのシールに振り分けてもらうと、こうもかいいカメラになっちゃう。あと日光浴はしてます。あのガラス越しじゃなくて、はい、長い時間になくていいですからね。あのちょっと良くなってくださいね。私の洗濯を起こす時間に朝、ゲージの金本を出てくるから連れてったりしてるから、まあ、それしかいいですよね。そうですね。この方がいいですよね。じゃないともうギャーギャーになくるので。7階なんですよ。1年の階なんですよ。猫だよ。2階とかだと猫軽く来ますので、ね、危ないんですよ。うちクラスとかも見てるから、ちょっとまあでもベランダまで入ってくることはないんですけど、こう頭いいからさ、普段はもう部屋の中に入っているので、玄関口に入ると、やっぱりね、今出さないようにします。はい、じゃあ、ビタミン剤ね。目つぶってる。これで少しずつ。はい、次はちょっとまた大勢で。あ、そっか、大丈夫。はい、すいません。高鍵階段で、最新的、主張新聞目視で入って、最新的、主役に PR、PR、サンプルを出しました。終わりにしよっか、ね、あと一口したら終わりにしよう。アンディカッシュパウダーが栗の餌に入ってます。栗の餌のとこに入ってました。あ、私が多分やっちゃいました。はい、おまちゃん、はい、よいしょ。はい、B やりました。わかんないです。外とかにはついてるんじゃないですか。中はわかんないですけど、あ、そっか、セコムがいるんか。確かにセコムがありますね。カメラ、あ、院内にあるんですか。へえ。すごい。なんかあの検査にはありましたけどね。検査と猫舎には。検査結果にはないけど、うん。
はい。わあ、ある。あらら。よいしょ、目落ちた。ちょっとだけブラッシング。よいしょよいしょ。よいしょよいしょよいしょ。よいしょ。よいしょ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 。へえー、すごい。あ、見れるやつがついてる。すごい。大きい病院だったんですね。はい、で、お茶終わりました。